大学キャンパスに隣接した北里大学病院の小児病棟です。毎月1回ぬいぐるみ病院の部員が訪れます。子供相手にぬいぐるみ病院というぬいぐるみを使った診療、お医者さんごっこみたいなのをやって、子どもの医療に対する恐怖心を軽減したり、そういうことを目的に活動しています。まあ、子どもとこう直に触れ合えるのも楽しいですし、人と人とのつながりをこう直に感じることができるところがやっぱ魅力の一つです。大丈夫だ、よかった。子どもたちが怖がる聴診器や注射器などの医療器具、これらをおもちゃにして遊ぶことで、子どもの医療への不安や恐怖を取り除き、少しでも治療に積極的になれるよう働きかけます。ぬいぐるみ病院の日常活動は毎週1回医学部棟で行われます。この回は保健教育で使う劇の小道具や紙芝居を作りました。保健教育のためにいろいろなことを作業して、いろいろなものを作って、そういう過程をがすごく一番楽しいことです。やっぱりいろんな学部の人が所属している部活なので、そこでみんなと話し合ったりとかして仲良くなったりする他学部の人といろいろ交流できるのが楽しいと思います。今までなかったような経験ができて、すごい楽しかったです。本当、良かったなと思いました、入って。他の大学のぬいぐるみ病院の人と交流したり、そういうなんか自分の輪が広がっていくのが楽しいと感じています。この日は部員の一人が誕生日を迎えました。仲間から手作りのケーキがプレゼントされ、大喜びです。日常活動の中にもこんな楽しいサプライズがあります。毎年多くの人出でにぎわう大学祭、ぬいぐるみ病院も日頃の成果を発表します。食育というのをやっていて、部員たちで手作りのものを作りました。子どもたちに食事の大切さを遊びながら学んでもらうために手作りした食べ物のおもちゃです。あ、そう、今、分かってくれてる。せーの、次の人どうぞ。こちらは医療体験のコーナー。子どもに医者の役をしてもらい、ぬいぐるみの患者さんを診察します。咳が止まらないんです。鼻水が出て咳が止まらないんだって。どれか分かるかな。これお腹の薬。そう、これが風邪の薬なのね。お医者さんごっこという遊びを通して、子どもの医療への恐怖心を減らしたり、興味を持ってもらったりします。リカブマスター入れてください。はい、わかりました。教室の外では模擬店も出します。今回はモッフルを作りました。モッフルっていうのは、ワッフルの形をしたお餅のことです。これはアップルメープルシナモンを作っています。もちもちのモッフルはいかがですか。模擬店では呼び込みや調理、接客など部員みんなで力を合わせて大いに大学祭を楽しみます。ぬいぐるみ病院は子どもたちへの保健教育を主な活動としています。それは同時に病気に対する考え方を子どもたちから学ばせてもらうという類いまれな機会です。部員たちにとって忘れがたい体験となることでしょう。